よーし、どうも皆さんこんにちは、トーリッピーです。今回はダイナミックの 200cc をやっていきたいと思います。フレンド戦の続きですね。いやー、ただでさえ速いトリッピーさんが 200cc でさらに最速になってしまうという、そういう感じの実況で、今までの戦績、1グランプリ目と2グランプリ目、まあこれ3グランプリ目なんだけど、1と2についてはまあ結果的には俺はまあ確かにまだ王冠は被ってないから、やっぱね、最後で見せようと思うわけだよ俺は。最後の最後でね、ツルツルツイスターを引いちゃって 200cc でね。たださ、 200cc やべえよな、多分やべえよな。絶対俺ハンドル取れねえ自信あるわ。ハンドリングが全然効かねえ自信あるわ。俺未だにね、 200cc でね、いい試合を取れた試しがないもん、本当に。よし、ということで、最初だから言うか、ビクゾーさん、貴族さん、くまモンさん、ちはやさん、ライバルさん、はたさこさん、そして残り6名の、レースをお送りいたしますということで、さあ、うわー、そしてほらほら、もう絶対落ちる。200cc だからさ、もうは、こんな難しいコース、選んでからに。やべえだろ。もう、ブレ、絶対落ちないこと。痛い！絶対落ちないことを目標にさ、行こうぜ。そして多分俺の予想だと 200cc だからさ、動画時間が短くなる予想。おーっと、危ない。さあ、あのゴール俺じゃないよね。俺じゃないよね。7位、いいよ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 、確実に。ここ。一番の鬼門だよ、ここが。コインも正直いらねえからな。こことかさ、こういう 200cc、あった、危ない。黄金に光る輝く。ゴリラが、その名は川添、危ねえ。さあ、いやまあここのキノコはまだギリギリありだろう。ここは使えるぞ。さあ、いけ、曲がって、痛い。壁にぶつかってもめげない。だって僕はトリッピーだから。さあ、いいぞ。神さん、おかみさんのおかごをもらって、さらにサンダーで前にのセピアさん、そして肌底、うわ、ここのスター落ちる。あぶねえ。みんなブレーキ多用。ハンド、よっしゃ、なんかスターめっちゃ出るな。俺がスターということを物語っている。俺がこの試合でスターになると、そういうことだろ。さ、セピアさんにこの赤コロ投げよう。よし、いけ、またスター、完璧だ。これは完全に俺がスターだ。スターすぎてやばい。俺のスター、赤さん、わあ、そのキノコいらん。ちょっと危ねえ、お前さ。ああ、最後の最後で、いや、6位、シュシュ、よし、6位よ、シュシュ、スター、最後にスターで見せる。さあ、6位よ、シュシュできるか、トリッピーできるか。で、来たー、サンダー回避からのアイドル性、神ですね、これは。まあ、俺ぐらいの実力者になれば、最後にしっかりとサンダー回避も見せてく。いやー、やっぱさ、ジョイズや 200cc でも早えな、本当に。いや、これは完全に、すっげーね、多分俺、8デラックスだと 200cc 走るの初めてかな。初めてだけど、まあ、8と、マリカ8とね、感覚的にはね、変わらないね。わちゃわちゃ感は変わらないね。よし。ツルツルツイスター来てほしいんだよな。なんだかんだでずっとツルツルツイスター選んでんだけど、なかなか来てくれないから。あ、待って、これ違うか。ツルツルツイスターじゃないな。これあれだな。動画を楽しませてあげるためになら、ツルツルツイスターよりもさ、あれか。ビグゾーさんとかセピアさんが選んでるような落ちるコースがいいのか。あとドラゴンロードとか。そうだな。そうしよっか。次はそうしよっか。そうやね、そうやね。ツルツルツイスターはクソコースだな、これ。あー、まあでもいいでしょ。ここはやっぱ走っときたい。走っときたい感がやばいから、これは。さ、どうだ？いいだろう。まだ一戦だからね。ここで決めよう。そして、まあこの王道コース。ここは正直難しくないから 200cc でも俺は走りきれる自信しかねえ。うわ、よし、行くぜ。この 200cc でもさ、重量級で走る俺のこだわりだよね。やっぱさ、 200cc だったら、200cc だったら軽量級で曲がりやすくして走ろうみたいな、そういうさ、甘えなんだよね。俺はクッパを捨てないから。俺はたとえ走りにくくても、曲がりにくいと言われていてもクッパで走りきるから。
そういうとこだよ、こだわりが。わかるか、実況者としてのこだわり。トリッピーといえばやっぱクッパだよねみたいな、そういうところが見えるんだよね。さあ行くぜ、ここでキノコ。いや、しかしキノコでリカバリも早い。4位。うわ、マジか。食べられちゃったぜ。しかし、このキノコで。ああ、なんだそれ、お前ふざけんな。ああ、追いかけてくる。待って待って、逃げる逃げる逃げる。うわ、しかもキノコ使っちゃった。当たってから使えよ。さあ、真央さんに一発当たる。待って待って、何それ。ここで、うわー、びっくり、12位だ。びっくりだ、12位だ。さあ、しかしこのキラーが夢を乗せていく。早いけど、こんなところで終わるんじゃねえ。さあ、愛の戦士。さあ、海にいたら絶対にやられる男、愛の戦士。海の門番といっても過言ではないだろう。しかし、え、待って、これ3周目じゃん。やばない？待って、愛の戦士抜かそう。やめろ。うわー、あいつ抜ける。くっそーくっそーくっそーあーいやー、ただ俺はクッパは変えねえ。たとえどんなに曲がりにくいと言われても、俺はマリオカート8でさ、あ、待って、ここだ、大事。いやー、ミュートシティだな。いや、ちょっとセピアの兄貴にちょっとついてきますよ。やっぱね、分かってるんで、俺は分かってる男はミュートシティを選ぶんすよ。やっぱそういうところなんすよ。あの、動画を楽しませるために、実況動画を盛り上げる、この大会を盛り上げるために、一丸となってね、こういう落ちるステージを選んでいく、そういうと、誰だよ、あと遅いんだよ、早くしてくれ。そういうところにね、やっぱね、憧れるんすよね、俺。まあ、マリカ8もね、結構プレイやってきたから、俺も8デラックスがちょっと時間なくてあんまプレイできてないけど、やっぱね、8でさ、うおー、マジかよ。アイロ戦士、お前ってやつは本当にミュートシティを選ぶなんて分かってるじゃねえか。そしてドラゴンロード、え、ドラゴンロードもいいね。ドラゴンロードも難しいよ。ドラゴンロード難しい。いや、俺もね、さっきの話の続きだけど、マリカ8でね、クッパを使って俺はまあ700、800時間とね、マリカで遊んできたわけですよ。もうこのクッパと共に 200cc も走ろうじゃないかと、そういう心意気が大事。いや、マジで軽量級ばっかしてない。え、何、アイド選手が走ってない、大丈夫か、あいつなんかあった、え、心配なんだけど、なんかあったんじゃない、あいつに、あいつになんかあった、アイド選手に。あ、だって走ってないもん。あ、走ってる、マップ見たら走ってるか、大丈夫か、何があった、母の戦士乱入か、お手洗いか。あー、危ねえ、よし、キノコ3つ、よし、あー、危ない、オッケー、いいよ、あいつのことは気にすんな。前だけ、痛い、壁にぶつかってもめげない。なんで、だって俺はトリッピーだから。なんか変な感じになっちゃった。だって俺はトリッピーだから。さあ行くぜ、ダイダロさん、あー、ちょっと待って、やべ、めっちゃ難しい。ハンドリング全然取れない。ハンドリング取れてないゴリラと一緒に海を走ってる。ハンドリング取れないぜだ、俺。やべえな、これ。やっぱ重量無理じゃねえ、これ。ああ、やべえ。マジかよ。俺はクッパと共に歩んできた。輝かしい。え、待って、ビリなんだけど。嘘だろ。俺こんなに 200cc 下手だったっけ。嫌なんだけど、俺。マジで。俺、熱い試合見せたいよ。ちょっと待って、ライバルさん、待ってください。待ってください。よし。これは、この直線で見せるしかねえ。やべえよ。うわー、よし。アイテム2つ。うわー、1個か。なに？うわー、これ使いこなせねえ、俺に。これ、俺に使いこなせねえ。よし。オッケー。大丈夫。いける。キラーあ、キラー、2度あることは3度ある、違う、1度あることは2度ある、キラーゴール。いやー、せちがらいなー、あれサンダーカーヒカルのキラー使えてたからな。いや、そういうところだよな、やっぱりそういうところだよな。いや、これね、分かったことが一つあるんだ。俺はね、確かにね、今までね、ずっとねクッパを使ってきたんだよ。俺はクッパを誇りに思ってる。クッパはかっこいいし、背中にとんがりコーンとか生えてるし、
かっこいいんだけど、かっこいいんだけど関係ねえんだよ。はーい、はーい。 200cc っていうのはな、 200cc っていうのはな、軽量級が最強なんだよ。このな、俺のなんていうのかな、ハンデを外したトリッピーが素晴らしいハンドリングさばきで最後の最後にいいレース見せるんでね、皆さんよろしくお願いします。今ちょうど俺本当は冒頭で、うわ 200cc なのにクッパー持ってくるんじゃなかったって後悔してたけど、今ちょうどパッて、あ、そういえばこのマリカ8デラックスになってからコースの途中で、レースの途中でキャラ変えれるわって思い出した。完全に忘れてた。もっと早く変えとかやがったよ。クッパとかクソだろ 200cc で。最後やっぱもう可愛い可愛いトリミーちゃんで走りゃいいんだよ。絶対これ走りやすいから。さあ行くぞ、最終レース、楽しい時間もあっという間です。よし、このインコース走ろうぜ。もう 200cc だからもう正直早いだろ。来い、いいよ。うわ、アイテム取る、アイテム取る、アイテム取らなくても大丈夫、アイテム取る。やべえやべえ、めっちゃ曲がりやすい、めっちゃ曲がりやすい。なんだこれ、別ゲーだ。アイテムが全然取れない、アイテム全然取れない。いや、しかし確実に、やべ、すげえ曲がるんだけど。なんだこれ、ゲーム、アクセルを離さなくてもいい。ノークアイテムショートカットよりも俺はアイテムを優先、アイテム優先、アイテム優先。さあさあ、キノコ使って当てるか、当たった、オッケー、4位。さあ上位出た、ここに来て、ここに来て最軽量級の強み、最軽量級の強みを生かしていく。さあ前にはライバルさん、ライバルさん、ライバルさん抜かしていく。さあハンドリングはトリッピーの方が強い。あぶね、避けてく、避けて避けて避けまくって、3位、いいよ。ブーメラン、ブーメランは、ブーメラン微妙だな、ブーメラン微妙だな、これはアイテム交換だな。よし、アイテム2個ゲット。さあ前にはビクゾ、いいよ、ビクゾ捉えた、 200cc でもこれトリッピー、ビクゾさん捉えてく。よし、いけるいけるいける、ラスト3周目、やべえ、マジでやべえ、マジでやべえ、すげえ走りやすい。なんだこれ、めちゃくちゃ走りやすいぞ。今までの何だったんだ、今までの何だったんだ。よし、来た、あたすこ、くそ、うわー、あいたすこ、マジか、怖え怖え、後ろ投げてくるか、あいつ、ビクトさん避けたな。よしよしよし、うわー、いいけど大丈夫、いけるいける。よし、あたすこはショートカットするか。よし、俺はここで強いアイテム取る、キノコビッツ、来た、ビクトを抜かす、抜かす、抜かす、俺しゃー。よっしゃ、来たー、見たか、これが最後に、まあまあまあ3位だけれども、まあ高順位ということで、最後にね、こうやって軽量級を使ったら、もう最初から軽量級を使っていればよかったと、今もうすごい後悔が激しいけれども、もう最後はアイテム運で勝ちましたね。ってことで、最終結果7位かー。まあなんかこの俺のね、上位陣には届かないこの感じ、いいんじゃないですか。俺と6位と7位で点数が差が離れてるけど。俺からが分かれ目だね。はい、ということで、今回はすごい楽しい試合の方ができました。動画の方3グランプリ目まで見てくれてありがとうございました。またね、ちょくちょくマリオカート8フレンド戦、マリオカート8デラックスだね、フレンド戦呼ばれたら、また積極的に参加して動画の方を撮って遊んでいきたいと思いますんで、何卒見ている実況者の方は誘ってください。ということで、あ、そうだね、最後に俺も打っとくか、最後これ打って終わるか、何かな、ありがとうございましただね、見てくれて、皆さんありがとうございました、お疲れ様です。